レギュラーなんて減ってもね、どうもラストです。お、どうもアルペンです。前回から、まあ、いろいろボカロのね、曲を聴いてもらって、まあ、これがもしかしたらバンドとかに近い感じだったらそれ勧められんじゃないかみたいな、ビジュアル系好きな人とか、フォーロックス系の人とかに、ね、勧められんじゃないかってことで、まあ、判定してもらう企画みたいな、その偉そうな感じ。いや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 、まあ、まずだから一回僕という問屋を通して、そうですね、まあ、結構比較的広い視野というか、あ、まあそうですね、持っているので、はい、あの逆に僕の場合バンドってこんなイメージだよねっていう、その言ってしまうと狭いイメージなんで、あのそこがこううまくボカロと結びつけれてないというか。じゃ今回はつまりバンド好きにおすすめしたいボカロ曲ってこと。そうですね、多分そうなんじゃないかっていうのを一回聞いてもらって判定してもらおうかなっていう、分かりました、そんな感じの企画でございます。分かりました、はい、じゃあちょっと行ってきますね。はい、1曲目が Tell You Are World。 これ多分一回聞いたことあると思うんですよね。この曲が、なんか巷ってわけではないけど、まあ、結構バンドっぽいんじゃないかみたいな話を聞いてて、綺麗な感じのイメージだったんで、最初それが出た時に、あ、そうなんだみたいな、あ、なるほど、ちょっとそれ確認してもらいたいなと。あ、オッケー、オッケー、オッケー、わかりました。ちょっと、まあ、はい、まあ、もちろん知ってる曲なんですけど、まあ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 、まあ、これは、まあ安定じゃないですか。あ、本当ですか。うん、これ、俺だからその一瞬分かんなかったんですよね。あ、てか、なんだろうね、別にそのバンドに限らずってことだと思いますけど、あー、もうその、ね、J-POP 好きな人、音楽が好きな人であれば、うん、あーっていう感じかな。あ、そういうことか。ほんとあの当たり障りのない曲じゃないですか。しかもなんか誰もが一回ぐらいは耳にしたことある曲だし、うんうん、だからこそボカロを知らなかったとしても馴染むと思うんですよね。あー、うん、なるほどね。やっぱボーカロイド多分苦手な人の、うん、多分その一つの理由みたいな部分で、やっぱりそのボカロならではのメロディーってあるじゃないですか。はいはいはい、まあ、あの人じゃ絶対歌えないような、なんか明らかに高いとか明らかに速いとかっていうのがあるけど、テルユアワールドはそういうのがないじゃん。はいはいはい、言っちゃえばなんかアイドルグループが歌っ てもおかしくないと思うし、爽やかなバンドとかがやっててもおかしくないっていう感じのメロディーになってるから、正直そのバンド好きと限らず、正直どの文化好きな人にも滑れるかなっていう、本当誰にも受けやすい曲だと思います。でもなんかそのバンド好きって部分で語るとすれば、結構あの打ち込みなんだけど、ドラムの音というかリズムの音っていうのが結構重いんですよ、この曲。ドンチドンチドンチみたいな。あ、なるほどね。まあ、そういったところがバンド好きとしては来る可能性はありますね。そのドラムがやっぱり激しいのが好きな人とかいると思うんで。納得ですわ、うん、そういうことね。だから俺千本桜とこのテルユアワールドは安定だと思ってる。おお。次が金曜ラビットって曲なんですけど、はい、この曲はちょっとジャズっぽさがあるのかなと最初思って、まあなんかテンポは結構速いし、まあ一応そのバンドサウンドみたいなのは随所にあるから、俺としては自信があるから、自信ありけりありけりな曲なんですけど。なるほどなるほど、はい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 、はい、これはもう確実じゃないかな。きた、めちゃくちゃいいと思いますよ。いやー、もうなんかその正直バンドサウンドの感じはボカロ感が薄いっていうか、薄いってかない。あー、なるほどね。もう本当にバンドの曲に聞こえるかなって感じで、はい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 、その、はいはいはい、てか、うん、そうだね。だから普通に歌ってるのが初音ミクってだけだから。あー、普通に人が歌えばもう全然そうじゃない、バンドの曲って思うんじゃない多分。もうその出だしのベースのスラップの感じとか、はいはいはい、はい、あとドラムの音がちょっとまあ打ち込みかもしんないんだけど、かなり生ドラムに近い、うんうんうん、もしかしたら叩いてるかもしんないし、はいはいはい、そのボーカル P の人がそこはちょっとわかんないけど、結構そのドゥッドゥッと音ってよりかはちゃんとシンバルの音とかもしっかり入ってて、スタン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 って感じだったから、そこもいいし、でピアノは確かにめっちゃゲーンってなってるけど、ギターとなんかユニゾンしてる感じがあるじゃないですか、うんうんうん、そことかもすごいいいなっていう。でかなりバンドサウンドが濃いから、これはいいんじゃないですかね。結構来てますね、これ結構かなりいいんじゃないかな。バンド好きな人に勧めるんだったらかなり最有力候補じゃない。おー、よかったよかった。これ意外と、知られてなかったりするんですよね。あ、でも俺も知らなかった。あ、うん、3曲目は恋は戦争って曲ですね。はい、この曲はスーパーセルのあのりょうさん。あー、じゃあ結構硬いよね。作ってる曲で、だいぶ昔の曲なんですけど、曲調はめちゃくちゃなんかゆっくりな感じですね。全然テンポはゆっくりなんだけど、音はなんか重いというか、そんな感じの曲ですね。スーパーセルはだってバンドだからね、うん、まあ、だから音的にはバンドらしさがあるのかなとは。なるほどね。でもこれもまあありじゃないですか。ああ。
俺でも分かる共通点というかバンドっぽさというか。そうだね、思ったのは、うん、その人は選ぶかなとは思う。あそのどういうバンドが好きなのかなっていう部分だと思う。なるほどね。結構ビジュアル系とか、うん、あのホーロックバンドの中でもこうちょっとダークめな、うんうんうん、あのバンドが好きな人は好きなんじゃないかな。疾走感はないからさ、うん、あの結構ゆっくりな。でも僕は個人的に好きですね。あ、本当ですか。うん、この重い感じとちょっとこのスローな感じというかが、うん、あの結構癖になるというか、あのサウンドとかこう曲調的には結構好きなんですよ、うん、個人的に。だから普通にかっこいいなと思いましたね。めちゃくちゃ。でも俺的には2曲目の月見よラビットが一番多分どの人にも受けやすいと思う。あーなるほどね。バンド好きって言った部分で言えば、はいはいはい、じゃあいい感じに今グラデーションになったって感じか。そうだと思うよ。あーなるほどね。じゃあ2曲まで見れた人はちょっと3曲目挑戦してじゃないけど、ああ好きと思うみたいな感じのね。まあそんな感じでちょっと3曲あのとりあえず判定してもらったって感じなんですけど、はい、まあ、あの一応まだ他にもあの調べてあの持ってるんで、まあ、また今度ちょっと持ってこようかなと思いますんで、まあ、よし、もしよければね、あの3曲皆さんのちょっと調べて、ああのバンドの好きな方とかでも、まあ、ちょっと聴けるかなっていうボーカル曲なんで聴いてもらえたらなと思います。じゃあ、スコー。